ね、急に呼び出して。代理の引率、思ったより大変。打ち合わせが多くて、本当はもっと早く連絡したかったの。いいわね。それじゃその辺歩こうか。あ、屋台、ガーリックシュリンプのだね。ハワイの名物らしいよ。あなたって食べ物で冒険しちゃう方？すごいわね。私どちらかというといつも定番に走る方なの。せっかくだし食べてみようか。お兄ちゃんたち日本人？あ、はい。怪盗団でしょ、心を盗んじゃうの。どうして怪盗団のことを？ニュースで見たよ、日本で流行ってるって。海外でも取り上げられてるんだ、私たちのこと。もし怪盗団に会ったらよろしく言っといて、みんながエビ好きになるように改心させてねって。はい、ぜひ。すごいわね。旅行とかって正直あまり乗り気な方じゃなかったの。けどこういうのならまた来てもいいかも。うん、これあげる。記念にってわけじゃないけど、今日の思い出にね。よかった、暗くなる前に戻った方がいいよね。しょうがないな。やっと二人きりになれたね。見すぎじゃない？初めてじゃないのに。もう、でも嬉しいから許す。ちょっとその辺歩こうよ。ちゃんたち日本人？あ、はい。怪盗団でしょ、心を盗んじゃうの。怪盗団知ってるの？
ニュースで見たよ。日本で流行ってるって。なんか感動だね。もし怪盗団に会ったらよろしく言っといて、みんながエビ好きになるように改心させてねって。ちょっと違うけどね。行こう。綺麗だね。こういうベタに恋人っぽいこと、志保には興味ないとか言ってたけど、実際自分がやってみるとさ、なんかいいね。これってさ、相手がいてくれるからだよね。ありがとう。私もこれあげる。今日のこと忘れないで。こっちでもお会いできるなんて嬉しいです。あの、変ですか？着替えてきた方が。え、ありがとうございます。少し歩きませんか？ですよね。エビって長寿の象徴ですし、食べてみましょうか。どんな味なんでしょうね。お兄ちゃんたち日本人？はい。怪盗団でしょ、心を盗んじゃうの。怪盗団ご存知なんですか？ニュースで見たよ。日本で流行ってるって。もし怪盗団に会ったらよろしく言っといて、みんながエビ好きになるように改心させてねって。結構刺激的ですね。綺麗ですね。いつも盤面ばかり見ているせいか、なんか新鮮です。帰ったらいい手思いつきそうです。私といて退屈じゃありませんでした？もう少し気の利いたことを言えればもっと素敵な時間になったのに。忘れないでいてくれると嬉しいです。学校一緒だったらな。
てしまいます。戻らないといけませんね。お兄ちゃんたち日本人？あ、怪盗団でしょ？心を盗んじゃうの。もし怪盗団に会ったらよろしく言っといて、みんながエビ好きになるように改心させてねって。バカバカしい。
よし。実は俺、ちゃんたち日本人怪盗団でしょ。心を盗んじゃうの。もっと ニュースで見たよ。日本で流行ってるって。もし怪盗団に会ったらよろしく言っといて、みんながエビ好きになるように改心させてねって。そうか。
よし。日本人怪盗団でしょ、心を盗んじゃうの。ニュースで見たよ、日本で流行ってるって。そうそう、もし怪盗団に会ったらよろしく言っといて、みんながエビ好きになるように改心させてねって。ようやく自分の時間だ。もうね、雑用が多すぎ。ちょっと、さっきからどこ見てるの？素直でよろしい。ねえ、その辺、散歩でもしようか。
ークシュリンプ。やっぱ旅行ってさ、地元のもの食べてなんぼじゃない？でしょ？おじさん、ガーリックシュリンプ2つね。何これ、ビール欲しくなる。なんでハワイってビーチで飲酒が違法なわけ？ちゃんたち日本人？そうですけど。怪盗団でしょ、心を盗んじゃうの。へえ、よく知ってますね。ニュースで見たよ、日本で流行ってるって。有名人だね。もし怪盗団に会ったらよろしく言っといて、みんながエビ好きになるように改心させてねって。じゃあ言っておきますね。ところでお兄ちゃんたち、ハネムーン中？いやだ、もう行こう。何年ぶりだろう、こういうの綺麗って思えたの。素ではしゃいじゃったけど、誰かに見られてないかな。まあ別にそうなったらそれで開き直るつもりだけどね。本当はさ、私がこういう立場だから寂しくさせてるんじゃないかって。もしそうならごめんね。私だってというより、初めて来たけど、ハワイいいね。今度二人で来ようよ。これあげる。どうだ、大人の力よ。じゃなくて今日の記念にね。そろそろ暗くなりそう。戻ろうか。私もそろそろ行かないと。ご主人様がそう言うなら。すげえな、なんかこうボリュームがな。目が怖いって。お、来たな。じゃあ早速3人で思い出作りといくか。うまくいくかな。そこじゃないと思うけど。女の子だけで暇そうにしてる子たちが狙い目だからな。行くぞ。暑いのにベタベタすんなっての。なんかいい匂いしね。あの屋台だね。つかあいつユウスケじゃね。おいユウスケ。ああ、お前らか。
どうも。あ、うまいのそれ、エビ。美しい。ハワイに来てもやっぱユウスケだな。そういうこと。おい、あの子たちどうよ。いい、すごく。うまくいったらじゃんけんな。海を越えてもそれか。はい。お兄さんたち日本の子？あ、日本語できんだ。よかった。俺たち4人なんすけど。俺もか。暇ならどっか行かねえすか？ハワイ、案内してください。ごめんね。私らおじさんのが好きだから。怪盗団にならついてってもよかったんだけどね。マジかよ。そしたら俺ら。リュウジ。あ、バイバイ。10年後に会いましょう。全然相手にされなかった。怪盗団に頼んだら心を盗んじゃうの。あの女の子たち、改心してもらえばいいじゃない。そっか、その発想はなかった。それは無理でしょう。バカバカしい。テンション下がんな。食うか。帰るか。疲れた。